平安の時代、それはまだ人とあやかしが共に生きていた時、都では夜闇を鬼が調領し、身分高き者たちを襲うという怪異が相次いでいた。爪神どもはさびたまい叫びたもうことなくして、そんな中、あやかしの縁味を避けようと、時の右大臣藤原の安麻呂邸では鬼封じのための祭儀が行われていた。卑弥呼様、卑弥呼様、卑弥呼、卑弥呼様、お行儀がいいのよ。この子姫じゃ。卑弥呼様、卑弥呼様。まことの子姫や、安麻呂殿も頭を痛めるはず。今宵の宴は都に現る鬼封じが目的というが、あれでは人食い鬼とて近寄るまいよ。恋する男がおればよほどの水郷。